タップインしようとしたんですがこれ落ちています。川村がコリンズはスバックロールターンからアンドワン、カウントバスケットカウントです。スリーのシュートタッチはちょっと北海道かという感じがあります。ビハインドダッカースルーザリック2つ持っていって今度はまた、テイラーのサイドが変わりました。ペースを変えてきたニックメイヨー決めています。さあまた足元スピードを上げてきているユニットに変わってきています。ここでニックメイヨージャンプショット。川村コリンズはスープまたストーンが来た。さあスリー、その歴史的瞬間は訪れが来た。声出した速いパス回しテイラー、ここには金丸がついている。あー待っていたワンハンドダンク叩き込んでいきました。ニックメイヨバーッと2人が激しく動きました。川村と金丸スリーを打つか柏木決めました。あさって39歳を迎える柏木のスリーでリカバー逆転。明らかに前半とは違います。さあそしてタフショットでスリー打ってくる。スーパースリー、いやー止まらないですね金丸選手。もうタイムアウトは1個しか残っていない状況で1人で持っていく橋本スクープショット、セカンドチャンスポーズハンドダンク。金丸というところなんですがここはスイッチになりました。今度はミスマッチが出来上がって手を出していきました。ウィディングトン高い位置で打ってきてチップインザリーと決めました。これで24ポイント、背番号と同じポイントになりました。よく見られますウィングアリーナカリア同点。このディフェンス大事ですね。そうですね、 1.2 秒、今ボールが入る。ラストシュートはどうだ、ブザリーダーなりません。オーバータイムですね。81対81、5分間のオーバータイムに入ります。いやー白熱の展開です。81対81。でもしかしこれは魔の10分間にしなかった北海道も立派だったですね。そうですね。柏木そのフェードレートバックパスを送ったウイングからブザービーター同点。このディフェンスですね。シュートは83対83、また同点。今度は北海道のポゼッション、そのままワンレッグフェイダウェイ決めているニックメイヨ。8秒7秒、ここでテイラーはだフェードレート決めた。決定だかどうか、早めにスリーですね。そうですね。そしてコリンズはそのスリーは決まった。1点差、ただしかし5秒4秒3秒、ファールで止める。どうする、スリーで同点、2秒1秒、打ってきたガードナー、ゲートブザービーターならない。レバンガ北海道、長かったトンネルを抜けました。連敗7でストップ、抱き合います。